We are Uri。 どうもこんにちは、竹下敦です。ここのところですね、営業のメールがすごくたくさん来るんですね。なんかの代理店になりませんかとか、こういう商売あるんでやりませんかっていうのが来るんですけど、そんなにお金ないんでなりません。あまり僕に営業かけても、代理店にならないので諦めてください。でね、今でもちゃんと商売されてる昔アソシにいてピークパフォーマンスっていうメーカーだったリック・ホフハートっていう選手であり、メーカーをやっていた人がいたんですけど、その人がね、すっごいマメで、当時ツーリングカーっていうか四輪駆動のね、走るこうラジオコントロールカーがあるんですけど、そこの会社の開発をやってる時に、毎朝昼頃かな、仕事に行くと毎日メールが来るんですよ、リックから。バッテリー代理店にならないか、モーターの代理店にならないかって。で、さすがにね、毎日なんで、メールでね、リックソン、そんなにうちに営業しても無理だからって返したんですけど、もうお構いなしなんですよね。ずーっと来る日も来るんです。で、あとトリニティの社長さんでね、アーニーさんっていう人がいるんですけど、この人も仕事に行ってピコンとこう見るとメールで、アツシ、トリニティのモーターはパワフルだぜと、お前のとこで扱えって言うんですけど、リックはまだね、そんなに怖くないんですけど、やっぱりアーニーは怖いんですよ、トリニティの社長は。で、やっぱりね、にこやかな感じで、ふふふみたいな、変えよって言われると、だんだんこう断りにくくなるんですよね。で、一回ぐらい仕入れたのかな。もう怖くなっちゃって。だったんですけど、結局なんかお客さんに売るのが、なんともいたたまれなくなって、自分で使いました。早かったです。早かったですけど、当時、矢田部アリーナでやってたナイトレースで、5回連続かな、5回連続2位だったんですよ。だから5連敗。当時の横門の鈴木ブラザーズにですね、ひろし君とあきら君に5連敗しまして、もうむちゃくちゃ悔しくて、で、その時に今はもう活躍してる原敦史選手もね、来てて、やばいな、せっかく今日勝てそうなのに腹来ちゃったなと思ったら、原くんがなんかバーって自爆してくれて、やったラッキー、今日は勝てるぜと思った。最終ラップの最終コーナーで、鈴木明くんに逆転されて、なんでこういう大チャンスなのに勝てないのかなって思ったりしました。レースってね、勝つのは難しいです。何の話してたんだか分かんなくなっちゃったけど、要するに、まめに営業してくる人はやっぱり何らかの結果を残しますよ。だってやっぱり数打ち当たるじゃないけど、ずっと毎日言われてたら、1回ぐらいお付き合いしようかなって思うじゃないですか。
そんな感じで今日もたわいのない話ですいません。竹下でした。